メタルギアソリッド2、続きをやっていきます。どうしてもこれで始めたかった。どうしてもこれで始めたかった。よし。ここにアイテムなどはないのかね？ああ、なかった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 。ああ、ああ、ああ、レーション、レーションあった。この裸一貫でどう戦っていくの？他になんかある？なんかあるんだろう。ちょっと探せば、暗い。他に。ちょっと、仕方ないな。ちょっと痛いかもしれないけど。他にはないのかい？何も。もういいかな？だって。これは何？これ開けられないの？これ。これはなんか開けられたりしないの？これ。あ、これはできるんだ。これはできるんだ。ここトイレ。ここ入れない。ここ入れそうなのに。入れない。あともうないよね。いける。ん？ブブブブ。だけど、後に入れんのか、ここ。後に。あ、なんかある。あ、ん？何？目？何撮った今。ちょっと、一回出て。一回出て閉めて。何もらったん？レーション。一個。風邪薬、総合感冒薬、風邪を治すことができる。あ、風邪ひくの？風邪ひいちゃうの？武器はないよね。あ、こっちか。え、なにここ。え、あ、濃度がある。濃度があります。なにここ。アーセナルの中だって言ってたよね。体内だって言ってたよね、アーセナル。アーセナル。ほう。ほう。こっちか。こっちにしか行けない？ああ。アーセナルギア。何？空調？何？これ、超？ああ、何？音楽がやだ。何？何これ？音楽っていうか、はーって言ってる。大佐？ライデン、いいか？あ、レーション見っけ。レーション見っけ。続行しろ。ん？何？装備がない。スネークを探さなければ。電波悪いよ。あの男はシミュレーション要素には入っていない。電波悪い。ね、電波悪い。あ、奥のもなんかある。裸ではどうしようもない。ここはかなり室温が低い。そうだな。その格好では攻撃もエルードもできない。装備はスネークが持っているらしい。ライデン、ソリダスたちを倒せ。どうか。アーセナルを無傷で奪い返すんだ。無傷で。大佐、あんたは愛国者たちの命令で。君の今回の役割。いやいや、怖い。電波悪いって。電波が悪いよ。任務は単独潜入してテロリストを武装解除し。ああ、これ動かせる。これは一種のロールプレイングなのだ。役割を果たせ。動かせるんだ。役割を演じ切るのだ。大佐、思い出したんだ。なんだ。楽しそう。俺はあんたに直接会ったことない。この二人楽しそう。一度もな。会ったことないの？シミュレーション通りに貫通するんだ。電波悪いよ。あんた誰なんだ？それ以上の詮索は無用だ。ローズマリーはこちらが預かっている。それはどういう意味だ？何？いいな、ライデン。え、あー、敵がいます。え、ちょっと待って。ローズはこちらが預かっているとか言ってなかった？スネークは？スネークちょっと、来てよ、こっちに来てよ。え？え？ちょっと待って。え、ローズ元気？え、ローズは？ローズはこちらが預かってるって言ってたろ。ジャック、セーブ？いや、違うけど、セーブしたら話聞けるんだったらセーブする。セーブするか？ジャック？うん。私があなたにプロポーズしてほしかったっていうのは本当。っていうか今、大丈夫？不安だったの。痛いことされてない？あなたは私を見ていない時があるみたいで。ちょっと目を離すと、ふざけるな。どこかに行ってしまいそうで。その通りだ。あなたを捕まえていたかった。一緒に暮らせば何かが変わるんじゃないか。うっとうしいぞって言ってる心の声です。これは変えられるんじゃないかって気がして。うっとうしいぞ。え、ちょっとライデン。でも問題はそんなことじゃなかった。ライデン、いよいよか。この二人、根本的な。何？根本的な。やっぱり私には無理だ。え、もうお別れ。なんだって。え、ごめんなさい。チャック、何？愛してる。本当よ。それだけは信じて。無視するなよ。何があっても。ローズ、え、どういうこと？無視するなよ。無視はしてないと思う。無視はしてないと思うけど。え、何何、ちょっと、え、ちょっと、大佐もやっぱ騙してんな。ライデン、なんかあの男と合流して装備を取り戻すんだ。2階の北東に扉がある。そちらへ向かえ。
ああ、ただ敵兵がいる。これ蹴ったりはできるから蹴ったりしていくってこと？それか。わ、なんかちょっと装備が違う。なんか目。ちょっと待って、こっちには何もないか。あそこにレーションがあったんだよ、1階の。ああ、どこまで来ます？わ、これでも戦闘はしない方がいいよね。戦闘はしない方がいいから、こう行って、こう行って、こう行って。ああ、いるな。いるな。あそこにもいるから、こっちに行く。あれ、レーションどっかなかった？レーションあったよね、どっかに。こちら辺に。あれ、レーションが見えた気がしたんだけどな。あれ？あ、いる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 。いる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 。ん？あ、違う。今のは誰だ？違う。やばい？やばい、ここやばい？大丈夫？今誰に気づかれた？わわわわ、いっぱい来た、いっぱい来た。あ、これバレる？バレる。あー、バレた。どこにいる？どこにいる？ライデン。うわ、やばいか、これ。これはやばいのか？やばいのか？この人たち。この人たち。うわ、強い。これ何？あー、メディソン。エジソン。これ、逃げられそうじゃないんですけど。ちょっと待って、あれ、メディスンだからいらないか。あれ、レーションがあった気がしたんだけど。さっきのあの大佐との無声の時にレーションがあった気がしたのは気のせいか。ん？どこに行けばいいんだ？上に上がるってこと？あ、なんか、あれは、メタルギア、アーセナルギアか？で、こう来て、こう来る。こう来て。この人たち首絞められないかな？こうやって。へい。上の人にもバレるんだよな。この隙にこっちに行く。こっちに行って。上登るとこなんかあった？上登るとこなんかあったかな？あったかどうか。ん？あー、違う。やばい？これまずい？まずいやつ？逃げた方がいいやつ？あ、違う、ここに座ってる。こっちまで来んの？うわ、来るんかよ。マジで？ちょっと、どっから登るの？どっか登るとこある？どうすんの？どこに行けばいいの？あ、で。うわ、ちょっと待って、いっぱいいる。よしじゃない。これはダメか？もうダメか。あ、ピコンピコン言っとる。どっから上に行くの？上に行き方がわからんのじゃけど。上への行き方が。ちょっと一回こっちに。やつだって言われたけど、一回こっちに。え？ちょっと待って、大佐？どうすんの？なんもないんだけど。とりあえず装備を取り戻さないことにはどうにもならない。あの男と合流して装備を取り返す。道がライデン、あの男と合流するんだ。何？北東の扉をくぐって北に進む。北東の扉。北東に扉なんかあったか？あ、やばい。死んじゃうからテンション振って。あー、ちょっと、こっち来んの。ちょ、こっちまで逃げよう。超来ないでしょ。あ、来るんか。うわ、嘘。置き攻め。お前、マジで。ダメ？ねえ、ダメ？これで、ここに隠れる。隠れて。扉閉めない。そっちじゃないんだ。違うな。開けたり閉めたりする師匠だな。開ける閉める師匠。あ、ダメだ。警戒強化されたけど、
北東、北東、北見、北南東を北東にと扉をくぐるとこなんてあった？ああいる、おる、おるで。あ、こうアップもできるんだ。こっち来る、もしかして。いっぱい今ハッてなってたね。あれ、びっくりマークの人は今殴った人か、起きたのか。北東の扉をくぐって言ってたね。北東、北東の扉。ちょっとこれ終わるまでね。行けそうなとこなかったんだけどな。見落としてるだけか。でもとにかく隠密、とにかく隠密、もう見つからないっていうことに専念しないといけない。配置戻った。よし、じゃあ出よう。よし、配置に戻ったらしいから戻って。ニューヨーク52番街、何それ。北東でしょ。北東、北東、北東とは、北東とはこっち。北東、北南東だからこっち側ってことだよね。はあ、ああ、あの人、あの人どう、あの人どう。よし、今だ、今だ、今出して。北東、ここら辺ってことだよね。違う、北東ってここら辺、ここら辺。ちょっと座っとこ。北東、どこよ。北東の扉のをくぐるとか。あ、レーション発見、レーション発見、レーション発見した、レーション発見したので、レーションを取ります。レーション取ります。一回座る。北東の扉なんてどこにもないよ。上にもいいんだよな。いけるか、いけるか、いけるか。北東の扉。あ、違う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 。北東の扉。このまままっすぐ行って、北南東。こう行って、こう行って、こう行って、北東の扉。あー、ん？あるだ。ちょっと待って、違う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 、間違えた間違えた、もうくぐれない。あー、潜れた潜れた潜れた。よし、あー、なんか、あー違うか、あれは。あー、回避はできた、回避は。北東の扉、嘘じゃない。ちょっと大佐、どこにあんだよ、北東に扉なんか。ライデン、あの男と合流して装備を取り戻すんだ。2階って。2階の北東に扉がある。え、とはいえ2階に上がる時がなくない？ 2 階に上がるところどこにあんの？ 2 階に上がる、2階、2階ってどこだ？階段上がるとこなんてなかったよ。あー、あれが階段、見えた、階段見えた、見えた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 、これだ、これ階段だ、わかったぞ。この人が、あ、これ見えてる？大丈夫？こっちに、その隙にこう行って、立って、あ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 、この隙にこう行って、ここか、ここか、おー、いけた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 。何？何？上にもいるんですけど？ちょっと？大佐？このタイミングでかけてこないでよ。マジで。ライデン、今すぐにゲーム機の電源を切るんだ。何？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 失敗に終わった。今すぐ電源を切れ。一体どうしたんだ？うろたえるな。これはゲームだ。ゲームの電源。長時間プレイすると目が悪くなる。何を言ってるんだ？そんなに長時間してないっけよ。まだ。さっき始めた。私は車で家に帰る途中だった。家まであと2マイルほどのところ、ふと目を上げると、東の空にオレンジ色の光る物体が見えたんだ。とても不規則に動いていた。そして次の瞬間、辺り一面が強烈な光に包まれ、気がつくと私は家に着いていた。え、何の話？どうって。もうエグザイルやっちゃえ、エグザイル。どう思う？そうだよね、どう思うってだよね。ちょっと。何、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 何？はい、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 何？大佐、何？何？ゲーム機切れとか言ってたけど、いや、切らないぞ、じゃあ。ゲームやりてんだ。しかし、随分長い間ゲームしてるな。うるせえ。他にすることはないの？ないわ。大してないわ。大してないわ、言うて。
ちょっとこっち隠れといて。あれは下か。あ、でもなんか向こうにもいる。ちょっと待って。どんな感じ？もうすげえ。あ、いるな。いるな、いるな。いるな。上にいるな。もうちょっと先まで行って。どこに行けばいいんだろうか。あー、監視カメラもあるのか。とはいえ進まない。あ、何ゲーム機は、ゲームは続けっぞ。実は、言うべきか言うまいか迷っていたことがあってな。やはり言っておこうと思う。お、何？先週の土曜日の朝、うん、ローズ君の部屋から男が出てくるのを見たんだ。なんというか、その、とても親密な感じだった。すまない。何言ってんの？何この大佐？大佐なんかムカつくな。大佐なんかムカつくな。行くか。で、あの、敵兵が、あ、向こうにもいんの？向こうにもいて、こっちにもいるでしょ、だって。あ、いるな。いるけど、ちょっと大丈夫か、ここは。ここまでは来ない。ここまでは来ないから、こう行って、ここで、大丈夫？ここで大丈夫？あー、来い。とはいえ、どこに行くんだ？何？なんだ、本当に。かけ放題か。敵要塞、アウターヘブンに潜入。何？最終兵器、メタルギアを破壊せよ。大佐？大佐、遊んでるんだろう。絶対これ遊んでるよな。あー、来ちゃった。来ちゃった。あーっと、そこで止まってれ。そこで止まってたから、こっち。あー、振り向くだよ。いや、気のせい。あ、一気に来たけど、こっちまでは来ないよね。来ないでください。何？ちょっと、こっちは敵いないか？もう出るか。もうどうしたんだ。おじさん？ちょ、おじさん今邪魔しないで、ちょっと、こっちはゲームを真剣にやってんだ、ゲームを。何？竹山、ウグイスの森、鼓が滝、ただ、白の一の鳥、ちょっと狂ってんな、大佐。電波が悪いとこと騒ぎじゃない。電波が悪いどこの騒ぎじゃない、これ。ああ、いる。向こうにいる。ここまでは見えてないか。ここまでは見えてなさ。あ、なんかあった。なにこれ。ボックス。おお、ボックスを手に入れた。ボックス、どんな感じ？ボックス。あ、いいね。このまま行こう。このまま、これで。どこ行けばいいの？これ。あ、まずい。いろいろまずいです、大佐。大佐、いろいろまずいんだわ、今。ちょっと。電話してる場合じゃないんだけど、電話してるけど。ベイカー社長は、地下2階で君が壊した壁の南のエリアに捉えられている。え、ベイカー社長ってワンのこと言ってない？テロリストが起爆コードを聞き出す前に彼を救出。ベイカー社長は、もう終わったんだよ。これ、あ、大丈夫。あ、ダンボール最強出た。こっちに何かあるか。何にもない。こっちには何にもない。何にもないけども。うわ、この人結構な動きするね。この人、どうすんのこれ。この人どうすんの。だってあそこにいたら通れないよね、こっち。ここは行けないのか。ここは行けなさそうだな。ということは、こっちに行きます。なんか大佐がおかしい、マジで。実は私はかなり金に困っているんだ。離婚した元妻への慰謝料とかな。この前食事代を君に払わせてしまったのも仕方のないことだったんだよ。そんなの、大佐のくせに？ちょ、待って、大佐のくせに何払わなかったの？それはな、ちょっとな、大佐なんだから。ここで行くしかないのか。監視カメラは段ボールダメなんだっけ？
監視カメラって段ボールダメ？ダメかな？どうだったかな？ちょっと待って、あの兵士がこっちに来て向こう側に行くから、向こう側に行った時に、ちょっと、一回段ボールこうしといて、こうし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 て、あー、ちょっと違う違う違う、ダメダメ、ダメ、ダメです。ダメです、ダメです。なんだなー。これ、確か、私の我慢にも限度がある。なんだね。君には任せておけ。私が出撃する。なるほど。君はもう帰れ。じゃあ、お前来いや。じゃあ、お前来いや。マジで。ああ、ダメか？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 ここなら大丈夫か？うわ、これむーず。ここは大丈夫だな。大丈夫。で、この人の後をついていく。ついていく。ここをそっちに渡りたいから、一旦ここに、一旦ここで待機。一旦ここで待機。で、この人が向こうに行った時に、ここの橋を渡る。渡る。渡る。橋を渡る。あ、しゃしゃ。橋を渡る、渡る、渡ります。で、ここで待機。なんだね？今度は、離婚した妻に慰謝料を払うんだろ？金に困ってんだろ？バラエティ、レベル13。バラエティ？ゲノラの逆襲。ゲノラ？メリルを助けろ。メリルは助けたよ、ワンデ。ワンデ助けたよ。お前何？大佐。え、終わりかい？終わりかい。で、どこ行くの？あー、いる。あ、あそこなんか行けそう。あ、これこっち来るんじゃない？こっち来るんじゃない？こっち来るんじゃない？これどうやって行くの？あの兵士が。あの兵士がだってさ、あそこにずっと張り付いてるでしょ？あ、わかった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 。一旦ここで待機だな。一旦ここで待機。一旦ここで待機だ。で、あの兵士が、向こう側に行ったタイミングで、あ、今行こうと思ったのに、行こうと思ったのに出ちゃうんだよな。やっぱかかってきたら出ちゃうよね。出なきゃいけないなと思うよね。巻舌宇宙で有名な、紫ミミズの剥製は、巻舌宇宙ってどこの宇宙だよ。生まばたきするという、生まばたきって、61。ヨウハサミ61。生まばたきってなんだよ。生まばたきって。そう、ほら、逃したじゃん。こうやって戻ってきてよ、ほら。で、もう一回向こう行くだろ？逃したじゃん、お前のせいで。大佐のせいで。なんだ、大佐、もう本当に。足引っ張ることしかしないやん。待って、兵士がこっちに来て。向こうにちょっと行ったタイミングで、こっち向いて向こう向く。よし、今だってして、今だこっちだ、こっちだ、よーし、いけた。アーセナルギア、上古欠場っていうのこれ。欠場なんだね、なんだね。はいはい、はいはい。どうしました？どうしました？アネモネやクレマチスは汁がつくとかぶれることがある。剪定するときは手袋をした方がいいかもしれない。正面向いたし、なんか、え、なになに、ちょっと、もうこっちからかけてやろう。なに、なんか今正面向いたね、あいつ。あいつつか大佐。あいつでいいか、あいつ。なに、なに、め、あ、メイリンちゃん、メイリンちゃん。ヒップの言う、一人に適するものなりっていうことわざ。メイリンちゃんの真似してんの？遊んでるだろ、お前。メイリンちゃん、今回メイリンちゃんのこうやって登場するか。一人の敵を相手にするのが精一杯って意味。後ろ向き、大佐が後ろ向き。なに、メイリンもお前、メイリンで、お前何やってんだよ、それはどういう状態だよ、メイリンちゃん。やたらと可愛いからいいけど。メイリンちゃん、どうしたの？メイリンちゃん、それどういうタイミングでそれ取ったの？ちょっと、面白いから大佐に もっとかけ続けよう。まさか君は不正な手段でインチキなスコアを打とうとしていないか。何スコアって、それは最悪の行為だぞ。何にもインチキもクソもないよ。何回死んでると思ってんだよ、こっちはよ。なあ、トーニー、君の任務は武装要塞ガルエードに潜入し、ガルエード、これを救出してメタルギアの組み立てが終わる前に破壊することだ。え、何の話今の。
ガルエイドって何？初めて聞いたわ、その言葉。適用剤、アウターヘブンに潜入。あ、これは聞いたな。最終兵器、メタルギアを破壊せよ。まだ行く？メイリンちゃんのあのなんかあのショットが。社長は地下2階で君が壊した壁の南のエリアに捕らえられている。なんて横顔なんだよ。テロリストが起爆コードを聞き出す前に彼を救出する。あ、もうこれ全部一周したけど、え、どういうこと？あ、また来た。何？今かけたやん。これ絶対大佐だろ。今全部もう聞いたよ。何の話？次は何の話してくれ？私は前世でアメリカ出身だ。怖い。どうして？顔。君の前世は何だ？アメリカ白一人だった。何？アメリカ白一人って何？寂しそうな名前。はい、もうすぐ出る。何？アメリカ白一人って何？ PSG1 を手に入れたんだな。もうとっくだ、いつの話してんだよ。スナイパーウルフに対抗してメルルを助けるのはワンの話だっつーの。あ、何？ちょっと待って、地図のとこ見てください。地図のところ。ちょっと地図のところがなんだか、どういうことですか？ちょっと地図。誰だよ。あ、こっち向いた。誰？何？ちょっと誰？ちょ、これもうちょっと見てよ。電話出ちゃうとあれ。あ、アップになってきた。これ誰？何このなんか、AV のオープニングみたいなやつ。なんだこの AV のオープニングみたいなカメラワークは。何喋ってんの？なんで音声も欲しくなってくる。そうなってくると、ちょっとこれもうちょっと見ます。皆さんちょっとね、もうちょっと見てたら、これちょっと上のセーターぐらいは脱いでくれるんじゃないか。めっちゃ笑うとるな。どういう気持ちでこれ撮ったの？撮ってる人は。え、下パンツ、ちょっと、ああ、終わっちゃった。ああ、出る。今ちょっと見てたから、癒しを見てただけだから。これが癒しだから。巻き舌宇宙で有名な。あ、出た、巻き舌宇宙。生まばたき。ハーキリー岩の上で音声が生まばたきするというらしく。尿を挟み。生まばたきってどういうこと？みんな基本的には生まばたきなんじゃないの？これどうなってんの？あ、なんかアイテムある。はい。何ですか？生まばたきの話はもういいですよ。生まばたきは。あー、怖いよ。怖い。なんか、大佐がやばい。どういうこと、大佐。メタルギアを破壊せよ。どういうことなの？電波障害ってこと？あ、これちょっと、ライデンが中にいるのが見える。ダンボール。はい。もう全部出てやる。全部聞いてやるよ、お前の話をな。川西の瀬口、絹の部橋、聞いた、それ。怖いわ。今あったよね。ちょっと待って、怖い。あれ、レーションかな？うるさいなぁ、もう。何言うの？アネモネやクレマチスは、それも汁がつくと被れることが、剪定するときは手袋をした方がいいかもしれないな。何の話だよ。鼻好きなのか？ちょっとこう、なんかあるから。これ。なんか、レーション。ブブーって言われた。なーに、スネーク、そろそろちょっとスネークにかけよう。だって、なんか、あれでしょ、武器庫のところにいるってなかった？いなかったじゃん。マチスは汁がつく。それ、今言ったわ。今言ったでしょ、それは。で、大佐がかけてくる前に、スネーク。なんで？え、ローズは？ローズ、ちょっと大佐がやばい。ねえ、ローズ。ジャック、セーブ？じゃあね、それよりも、セーブしないと話聞けないの？じゃあセーブしますよ。大佐がおかしいんだよ。ローズか、大佐の様子が変な。そうなの。大佐とはしばらく話してないけど。話してない？そばにいるんじゃないの？隣にいるんじゃないの？ここには私一人。隣にいるんじゃないの？君の大佐に会ったことは一度もないんだな。マジで？目隠しされてここに連れてこられたの。嘘でしょ？どうしたの？いや、いいんだ。なんかちょっと待って。ちょっとローズ。ちょっとローズ。ジャック。セーブしないにしても話聞ける。無事でね。えー、
ちょっと待って、ちょっと待って。ローズも大佐に会ったことないって言ってるよ。呼んだ、ジャック。呼んだ、呼んだ。もうちょっと、ちょっと話して。頑張って、頑張って、頑張ってじゃない、頑張ってじゃない。ローズさん、頼むよ。でもさ、大佐の無線で話してるときにさ、ローズに変わるよね。変わったことあるよね。生きて帰ってきて、お願い。わかってるけど、それは。大佐。まだ変なこと言う？やっぱり変。実は言うべきか言うまいか迷っていたことがあった。アップ次。やはり言っておこうと思う。先週の土曜日の朝、ローズ君の部屋から男が出てきたんだろ？男が出てくるのを見た。なんでそれちょっと嫌なこと言うの？後ろ向きは意味がわからない。本当に後ろ向きで映る意味が本当にわからない。任務中にこんなことを。ね、後ろ向きが本当にわからないよ。ちょっとレーション取ったけど、レーション無視か。スネークかもしれないんだよな、この無線が。あ、違う、大佐だわ。大佐だわ。巻き舌宇宙で。あ、出た、生まばたき。生まばたきの回、生まばたきね。はいはい。生まばたき。生まばたきだろ、どうせ。何この一本道。ちょっと待って、怖いんですけど。ブブーだよ。ブブーなんですけど。どうしたらいい？ちょっと大佐に聞いても意味ないしな。めっちゃかけてくんじゃん。行くとこないんだけど、行くとこを見失った。行くとこを見失ったよ。あ、ちょっと行くとこを見失った。マジでマジでスネーク。マジでスネーク。なんで？どうすんの？大佐マジで。マジでお前、ほんとマジでだぞ。お前、そういうとこだぞ。レベル13。それか。ここじゃないの？ここじゃないってこと？でもおかしくない？ブブって言って。どうすんの？どうすんの？ここじゃないの？マジで言ってる？ここじゃないの？すげえなる、すげえなる、すげえ。すげえなる。ちょっと待って、ちょっと待って。これ段ボール被ってるからダメとかある？のないよね。改装備外して、おいおいおい。おい、スネーク？ここにいないの？だって行けないよ、こっちも、どっちも。お前、大佐無視。もう大佐無視だ、あいつは。おいおい。片手で、片手で、片手でコンコン。ちょっと待って、ここじゃないってことか？そういうことでいい？北東ってだってここだったよね。何かしなきゃいけない？そんなことはないよね。武器も持ってないしな。コンコン、開けてください。ここ扉じゃないの？扉じゃないの？ブーブーだ。何か取らないといけない？戻る？ちょ、もう一回。ちょっと、これはでも、あれだよな。敵要塞。出たー！大佐のアップ。大佐のアップはどうでもいいんだ。大佐のアップは。スネーク、マジスネーク。もうスネークしか頼りにする人がいない。ミスター X も。オルガンもダメだよね。スネーク。こっちじゃないってこと？もう行けないじゃん、こっちも。どっから来た？は？なになに、どうすればいいの？どうすればいいの？あ、なんか色が違う。来た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 。色が違った、今。96だから、これスネークだろ。ジャック。違うわ。ローズか。ローズか。ジャック。私、謝らなきゃいけない。それ、今、謝らなきゃいけない。さっきのことなら、すまなかった。違うの。なんだ？ 2 年前。あなたに初めて会ったフェデラルホール、あれは偶然ではないの。私、あなたを監視するように。俺を監視？そう、愛国者たちに雇われて。スパイ？そういうことになる。その言葉は嫌いだけど。聞こえてる？俺と体を重ねたの任務だというのか？あなたと恋に落ちたのは卑劣な。
言い訳はできない。この2年間あなたの私生活をレポートしていた。あなたの行動、言動、細かなことまで。さぞ楽しかったろうな。でも報告してないこともあるわ。私の気持ち。今回も最初からそういうことだったんだ。俺が迂闊だった。君のようなアナリストを極秘ミッションに参加させるわけはない。悪いのは私。俺はどこまでも利用されたわけだ。おらいね。私はあなたに気に入られようと必死だった。あなたの好きな髪型、服装、仕草、話題、あなたが好きと言ってくれた私の髪も目の色も嘘なの。俺のデータを調べ尽くしたんだろ。それが任務だった。でもさ、そんな好きなタイプとかがなんでデータにあるんだよ。本当の自分を、こういうデータで本当の私をあなたに愛してもらいたかった。私にはそれが辛かった。それが悲しかった。私は疑似恋愛を強いられたの。あなたを騙し続けることよりも自分を騙し続けることの方が辛かった。あなたが私を強く愛してくれればくれるほど、あなたが愛しているのはマニュアルに従った私。つまり俺の方も疑似恋愛だったってことか。ゲームだったんだ。ジャックはなんという結末。それを聞いて少し気が収まった。ちょっと開き直るのは良くない。嘘の人格を愛していたんだ。いや、愛していたつもりになっていた。だってローズはでも本当に好きになったんでしょ。嘘の相手を愛することで嘘の自分を演じていた。俺は本当の君を知らない。俺が知ってるのは嘘の君だ。今話している君じゃない。ああ、ちょっとライデンが感情的になってる。俺は奴らに騙されたわけじゃない。ジャック、私演じていたつもり。それが任務だったから。でもあなたを愛したのは全てが演技じゃない。俺を信じろというのか。まあそうだよな。今さら君にもいろいろ事情があったんだろ。それはわかる。でもこれでジャック、私お腹に、お腹に、ちょ怖い怖い、電波、怖い怖い、白目だよ。どうしたローズ。何どうしたの。電波の問題。ちょっとまだ裸だったね。そういえば情けねー。その格好でよく来れたな。あー、ちょっとマジで本当待ってたよ。待たせたな。あー、出た。うわー、待たせたが来たー。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺を